ダイハツキャスト VS 鈴木ハスラーどっちが買い？徹底比較333。ダイハツキャスト VS 鈴木ハスラー安全装備比較。キャストアクティバは赤外線レーザーと単眼カメラを併用するスマートアシスト医療採用。先行車両に衝突する危険が生じた時の警報は時速 100km を上限に行う。時速 50km 以下では歩行者も検知して、車両については緊急自動ブレーキを作動できる。さらに後方に向けた音波センサーも装着して、後退時などの検知も行う。ハスラーのセンサーは赤外線レーザーのみだから、検知する対象は車両や建物で歩行者は含まれない。システム価格はキャストアクティバが64,800円、ハスラーは標準装着だが、アルトでは21,600円だ。価格は機能に応じて異なるが、キャストアクティバの方が作動速度域が幅広く安心感が高い。なおサイドアンドカーテンエアバッグはキャストアクティバではオプション設定され、GSAII であれば64,800円で装着できる。ハスラーには設定がない。ダイハツキャスト VS 鈴木ハスラー価格比較総評。キャストアクティバの価格は当然ながらハスラーを強く意識した。売れ筋になる 2WD の GSAII は141,400円。ハスラーで人気の高い X2WDCVT の142,3440円と比べて若干安い。この2車種では装備も似ている。キャストアクティバは緊急自動ブレーキを作動できる衝突回避の機能で勝り、ハスラーは ISG を使った SN チャージによる優れた燃費性能や静かに再始動するアイドリングストップが魅力だ。なので両車の実力は僅差だが、ハスラーは前述のように後席の背もたれを前に倒すとフラットで広い荷室になり、キャストアクティバでは段差が生じる。加えてハスラーの荷室は水洗いが可能だ。収納設備も多彩で、後席の座り心地もハスラーが快適に仕上げた。またハスラーはボディが軽く、ノーマルエンジンは実用回転域の駆動力が高い。動力性能でも優位になる。キャストアクティバは内外装の色彩の組み合わせが豊富だったりするが、機能はハスラーが勝る。またキャストアクティバを最初に見たとき、ハスラーを思い浮かべた読者諸兄は多いと思う。2015年10月中旬時点で両車の公式ホームページを見ると、ボディカラーは両方ともにブルーで、キャストアクティバがハスラーに追従した印象だ。カタログでブルーに次いで多く掲載されるオレンジも、ハスラーを連想させてしまう。
ハスラーが登場した時にはかなり強いインパクトがあって好調に売れた。これにキャストアクティバが勝つのは難しい。競争を避ける意味もあって、キャストはスタイルやスポーツも用意したが、今一つ中途半端な印象を拭えない。以上のような点を踏まえると、ハスラーを推奨したい。ただし前述のように、機能の優劣は僅差。両車を乗り比べて判断すると良いだろう。また色彩でキャストアクティバを選ぶ手もある。